マスジド・クルーセマスジド・クルーセは、タイ、南部のパッター・ニー県、パッター・ニーにあるモスク。1578年から1580年の間に、林道犬の命によって建設された。レンガ造りの美しいモスクであるが2004年4月28日、新南部3県の同時多発テロにより損傷を受けた。伝説では、林道犬の妹の林クーニャンが、 林道イ,ヌイを連れ戻しに来たとき、彼が中国に帰るのを拒否したとき建設中のモスクの横で首をつって死んだが、そのときに林クーニャンが、モスクは絶対に完成しないと呪ったことにより、屋根は工事をしても必ず壊れるようになったという。ちなみに屋根は今でもない。ただし、また違う話もある。パッターニーはもともと、大政府に反感を持つマレー系住民が多く、 住んでいる。タイの観光局は前日の話のみを観光パンフレットに載せているが、このマレー系住民の中でも有識者は、これは、モントン製導入時に、中央政府が軍事侵攻してきた時の衝突で壊れたものであるとして、このパンフレットの内容の改変を求めている。なお、タイ政府は、この要求に応じてはいない。このように、マスジド・クルーセは、 歴史建造物のみならず、最近では政治的な意味合いを持つ場にもなった。そのような政治的な意図とは関係なく、マスジド・クルーセは他のモスクと同じように平和なムスリムの祈りの場であったが、2004年4月28日早朝には、マレー系の住民で大政府に反感を持つ者がナイフやナタを手に持ってマスジド・クルーセを占拠したため、大政府は 軍隊や警察を導入してこの集団を一掃し、1日で32人が死亡した。同日、新南部3県の他の地域でもテロが多発していたが、マスジドクルーセにおけるテロが最大規模であったため、このモスクは以降象徴的に扱われるようになった。ありがとうございます。